りさんのこと好きなんでしょ。あれ本気で取っちゃおうかな。ふざけんなよ。あの日兄貴と会ってたんですよね。黙っててごめん。じゃあなんですぐに言ってくれなかったんですか。一人にするんじゃなかった。なんで困っちゃうんだろう。俺のこと嫌。みんながみんな誠実でなんかいらんないよ。あかりさんも見たいっすよね。ダブルデート3人じゃなかったの。このままじゃ終わっちゃうかもね。ドラマストリームブラザートラップ火曜深夜。石井君は大和先輩のこと気にするのに、私は遥さんのこと気にしちゃダメなの。